西ドイツ国鉄 VB141 型は自転車、荷物の輸送用、時にスキーの輸送用に開発された一軸の鉄道車両である。スイス連邦鉄道が露店ファイル用に使用していた一軸の車両を参考にして西ドイツ国鉄が ET91 や VT9050 万50 501と連結する一軸車両を計画した。しかし、この計画は実現しなかった。 1951年に西ドイツ国鉄はワゴン、運とマスクナンバーを GMBH ドノーワースに重量の v b 1 4 1を発注し、このうちの3両は以前の計画と同様に VT90 と連結してスキーや荷物を運ぶこととした。残りの7両は新しく作られたレールバスの VT95 と連結して自転車を運ぶこととした。 車体幅 2500mm、前後 1867mm であった。積み下ろしのために、両側の車軸の上に2つの広いフラップと1つの狭いフラップがあった。VB141-120 から122の3両には、VT94 に特別な連結機が取り付けられ、他の車両には、VT95 及び VT98 試作車用に、 標準のシャルフェンベルク式連結器が取り付けられた。駐車用に両端面に支えが設けられた。1952年に最初の重量が運用に入り、その後ワゴンファブリックフックスに追加注文された50両が1955年に運用に入り、VT95 が配置されたほとんどの場所に配置された。しかし、1961年までに、 ほとんどの車両が使用されなくなり、1968年末の時点で VT98 の試作車と一緒に使う2両だけが、バイエルン州パッサウに残っていた。ロルフ・ロット・ジャーズ、大アイネチセンハンガー VB141 デアド・イチェン、バンデス・バーン・ウント・イレ・ボーガンジャー・イン、ロック・マガジン、ナンバー13、131、ヤーガン24、1985、 ジェライスノバゼシュリフティンバーラグ GMBH ミューンヘン、一瞬0458から 1822S128134。ありがとうございます。